こんにちは経済ナビ北海道です今日の特集は県部地町の若手農家たちの挑戦です全国でも珍しい200種類もの野菜を栽培する独自の取り組みに加え今年会社を設立加工販売まで一貫して手掛けることで販路拡大を目指します 白いいシシャツにに黒ののののエエプロンンソムリエ風のお揃いの衣装を身にまとったた男性たちケンブチビババマルシェのメンバーですこの日、行っていたのは軽トラックに自分たちが作った野菜や加工品を乗せて販売する軽トラマルシェ。 並んでいるのはスーパーなどでは見かけない珍しいものばかりです。なんか新鮮っていうか、やっぱりちょっとおしゃれじゃないですか。で、さらになんか野菜も普通にスーパーに売ってるものとはちょっと違うような鮮度のもので、なんかついつい買ってしまった。<laughs> お野菜好きだからね、すごく楽しいわ。美味しいですよ。甘みが違うのんで。すごく美味しかった。うん、うん、安いし、お値段が安いから今。 たくさん買ったんですけど野菜ソムリエの資格を持つメンバーは珍しい野菜の食べ方や調理法などをアドバイス麻婆ズッキーニをおすすめなあの、うん、これをね肉崩れしにくい方のタイプなんで、うん、麻婆豆腐、豆腐の代わりにズッキーニ使う、うん、この日は野菜40種類と加工品10種類を販売しました アスパラ農家なので、僕は一番アスパラがあの野菜の中では好きなんですけど、まあ、一から全部自分で作って、最後まで面倒を見て、最初から最後まで自分でやるっていうのが一番魅力です活動の幅を広げるビバマルシェですが、原点はこの軽トラマルシェだといいます。 で実際あのこういうふうに行くとお客さんと接するとやっぱり私、ね、自分たちもやっぱり少しやっぱり成長できているというのやっぱりありますのでやっぱり思いいはすごく強いです、ね、ケンブチビバマルシェは町内の20代から40代の若手農家で作るグループが母体特徴は作る野菜の種類の多さでなんと200種類。 栽培に取り組んだ品種は延べ800種類にも上ります町内の加工団体と合体する形で今年2月株式会社を設立生産から加工販売までを一貫して手掛けることで販路拡大を目指します代表の高橋智勝さんは40歳高校卒業後札幌で仕事をしていましたが 10年前に見物町に戻り実家の農家を継ぎました子供が生まれたことをきっかけに家族との時間を大切にしたいと考えたからです農業に魅力を感じられなかった高橋さんを変えたのが当時3歳だった子供の一言でした夕飯の時にパパってパパ美味しいパパおいしい美味しい,おい,おい,しいって3回ぐらい言ったんですよね うん、もう本当にそこからですよねいやもう頑張んなきゃダメだって我が子のおいしいに奮起した高橋さん7年前農協の青年部長になると仲間を募り自分たちの作った作物を直接消費者に販売する軽トラマルシェを開始そこで消費者の生の声を聞いたことがきっかけで日本ではあまり目にしない様々な農作物や加工品を作るようになりました こうした取り組みは道内だけではなく、全国からも注目を集めています。この日は三重県の食品卸売会社が、はるばる剣淵町まで話を聞きにやってきました。えっと、トマトがですね、今年で、全部で六十三品種、えー。作ってまして。<63? S 2> はい。まあ、いろいろですね。もう黒いやつから、もう白いやつからですね。三月に開かれた。

この会社は販売する農作物を求めて全国各地の農家を回っていますが、剣淵ビバマルシェのような取り組みは珍しいと話します。農家さんたちがみんなで一つのこう会社を作って、で、それぞれがあの農場でそれぞれ作っとる作物をみんなが共有しながら、できるだけバーティングせずに幅広く幅広く、あのより多品種で、よりあのたくさんできるような、あの仕組みを作ろうとしているところは。 ビバマルシェさんが初めてですね。ビバマルシェが今栽培に力を入れている作物はビーツ。砂糖の原料となるビートの仲間です。この茎が赤いやつが、あの。デトロイトビーツっていう赤い品種のビーツなんですよね。もともとはですね。やっぱりあのレストランからの声で。 えー、ビーツって作ってないんですかっていうとこからスタートしてで、まあ、その当時まだ聞いたこともなかったんで、まあ、そこから調べてじゃちょっと作ってみようかから、まあ、スタートしましまたよねビーツの別名は食べる輸血栄養が豊富で最近注目を集めている農作物ですが日本で生産しているところはまだほとんどありません。 ビバマルシェではデパートなどに出荷すると同時に加工品作りにも力を入れていく予定です。加工品にすることによってまだまだ少しあのまた一歩違う形で知名度がやっぱり上がってくるっていうのもあるのかなと思ってまして、まあ、実際ちょっとの量でかなりの色が出ますんで、まあ、加工品にはかなり向いてるかなとは思いますね。お知らせの後は。 ビーツを使った初めての加工品が完成その出来栄えは